2014年春の最新ニュースをお伝えしていきたいなと思います。なんとですね、マウンテンライトがもう早速新作が値引きになっております。何この半分半分半分満状態なんですけど、はい、本日ですね2014年春の最新ニュースをお伝えしていきたいなと思います。ということで、今回はですね、まあ、ノースフェイスからアークテリクスからいろいろとあるんですけども、やっぱりこの時期はね SS の、立ち上がりが結構多いってことなんで、その辺をねもうさっきにバッとお伝えしていきたいなと思います。よろしくお願いします。まずはですね、ノースフェイス新店舗ができましたっていうのも、屋久島に3月16日にできたみたいなんで、なんか都心部はもちろんアウトドアフィールドにも店を構えるザ・ノースフェイス、その新店舗となる屋久島が3月16日にオープンしましたということで書いてました。世界自然遺産を拠点としたのは2店舗目ということになってるらしいので、なんか限定 T シャツとか限定のなんとかあるらしいんですけど、まあもしかしたらもうなくなってるかもしれないですけども、興味ある方はね見てみていただけたらなと思います。続けてノースフェイスなんですけども、なんとですねマウンテンライトがもう早速新作が値引きになっております。こちらですね、これじゃないですよ、このレトロマウンテンジャケットじゃなくて、こちらのマウンテンライトジャケットです。もう今年のね新作のやつがね3万5000円とかで売られてて、しかも正規店で売られてたりしてたんで、まあ、気になる方はね下のリンク貼っときますので、見ていただけたらなと思うんですけど、僕ら買ってる時とかやったら3万6000円ぐらいが定価やったんですけど、3万6000円の定価ですらなかなか買えんくて、プレネになって4万とか4万5000円になったりする色もあったりしたんですけど、もう今となっては出てすぐにもうセールになってるというか安くなってるんですね。で直営店ではもちろん安くなってないので、こちらのレトロマウンテンライトジャケットも直営店に行ったら安くはないんですけども、てかこれに関しては直営店しかないから多分セールになってないと思いますけども、まあ、こういうのに関してはいろんなセレクトショップとかスポーツ店で取り扱いあるじゃないですか。ほんならもうどこもそうなんですけど、ポイントでなんかいっぱいつけて買ってもらうか、もう値引きするかみたいな状態になってるんですよ。ただノースフェイス的には値引きは許してないはずなんですよね。そんな勝手な値引きは許してないはずなんやけど、もう楽天とか見ていったりしたら、その正規取り扱い店とかでも値引きしてたりするので、まあこれはもう時代ですよね。マウンテンライトも結構簡単に手に入るようになったし、なんやったら昔の定価よりも安く新品が手に入るようになってるっていうところが、まあ、ここ 2,3 年でね、変わったかなと思います。個人的には今の気分はレトロマウンテンライトジャケットのが気分なんで、ちょっとこれに着替えます。この状態でね、着用してたらね、おいおいお前またタグつけっぱなしじゃないかいって言って皆さんにご指摘いただきますのでね、忘れっぱなしにちゃんとこの辺切っときたいなと思います。まあ、分かってる人はそんなこと言わんでも分かってますけどね。分かってますよ。分かってる人はもう何も言ってないっていうのは分かってるんですけど、うるさい人もいるので一応切っときました。はい、ということで次シュプリムノース行きたいなと思うんですけどね、シュプノースがねなんか知らん間にも出てたらしいんですけど、何この半分半分半分マン状態なんですけど、以前ねお笑い芸人のペナルティのワッキーさんが半分マンっていうギャグありましたけども、こういう感じのね半分状態になってましたけども、こんなんがあったりしましたと。次が見てほしいのがね、アークテリクスなんですけど、アークテリクスのベータジャケットがなんか仕様変わってるんですよ。こんな感じでね、アークテリクスのロゴの下にアークテリクスって文字入ってたじゃないですか。じゃなくてもう今のタイプっていうのはこのロゴだけでフードのところにアークテリクスって入ってるんですね。で僕この間ロサンゼルス行った時も2024年の SS が立ち上がってたんで、パッて見たら確かにもう新モデルになってました。で値段も7万円ぐらいかな、6万9000円ぐらいするってことで、もともとのベータが確か5万円ぐらいやって、もう一個前のゼータに関しては4万なんぼやったんで、どんどん値上がりしてるんですけど、大体まあ7万円ぐらいやったということになってます。でそのアークテリクスがね、なんかクリーニングサービスっていうのをやってるみたいです。なんか例えばゴアテックスのアイテムだけであれば2950円とかでクリーニングされたりっていうことで、まあ、3月1日からなんか予約ホームで事前予約は必須みたいなんですけど、2750円か、ゴアテックスのみやったらそんなんがあったりとか、化繊が入ってるようなゴアテックスアウターは2750円とか、ダウンが入ってるやつやったら5280円みたいな。だからサーミーパーカーとかそうかな、以前僕もレビューしたんですけど、このサーミーパーカーとかはゴアテックスのダウンジャケットなんで、これに関しては5000何本みたいな感じで、ゴアテックス専用のクリーニングっていうようなイメージであるらしいです。だからあんまりゴアテックス持ってないとか、ゴアテックスの取り扱い方がわからないっていう方なんかはいいかなと思うんですけども、まあ、個人的にはね、僕個人的には全然 MR とかで洗ったりしてもいけるし、もっと言うと MR なんか使わんでも家の普通の洗剤で全然いけます。で細かく言うと、そら生地の表面に洗剤がつくことによって透湿性が奪われるとかって言ったりすることもあるんですけど、そんなことよりも洗わない方が皮脂が溜まって透湿性失われるので、必ず洗った方がいいんですよ。って考えた時に、頻度いっぱい洗おうと思ったり、もう毎回洗おうと思ったら普通の洗剤でいいんですよね。で毎回毎回こだわった手洗いするってなったら、しますかと、そんなこと毎回するんですか、ほんまにするんですねって言われたらドキッとするじゃないですか。だって禁煙性って言われたってドキッとするしね、そんな酒控えろって言われたってドキッとするのに、毎日マウンテンパーク洗えって言われたらもっとドキッとするじゃないですか。だからまあ気兼ねなくね、洗濯機でぶち込んで洗えるっていうところがアウトドアのいいところなんで、まあそういうところって考えると、まあ僕個人的には素晴らしい取り組みやと思うんですけど、まあ果たしてこれ使う人っていうのがどれぐらいいてるんかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ個人的にはゴアテックスはもう全然洗っちゃったらいいんかなとは思ってますっていうところがアークテリクスのお話でした。で
テバがですね、日本初、テバって言ったらサンダルですよね、これなんですけど、日本初の直営店っていうのができたらしいんですね。でそれがどこでできたんかっていうと、3月にできたみたいなんですけど、大阪の梅田ルクアにできたらしいです。ルクアの3階にできたらしいんですけども、今まで直営店じゃなくて、これセレクトショップとかで買うっていう感じやったみたいなんですけど、テバのこのハリケーン LXXLT2 みたいな、そんな名前のやつ、定番のやつ、もう今1万円超えてるんですね。で今でも物によったら海外からの並行輸入とかで言ったら数千円とか6000円7000円とかであったりすると思うんですけど、まあ、テバの直営店ができましたよというようなお知らせになっております。まあ、興味ある方は、テバお好きな方とか、まあ、これからまあ夏になりますので、なんかどうやら画像を見てる限りは厚底タイプとかも結構充実してるみたいなんですよ。だからテバの定番っていういつものダジャレ言ってるのあるじゃないですか、あれに関してはセレクトショップでいいと思うんですけど、ちょっと形が違うやつが欲しいとか、テバの中でもちょっと変わった形が欲しいっていう方なんかは、ここに行くといろんな種類があるんじゃないかなと思います。で次がですね、マスターピースの幻のモデル30周年モデルっていうのが発売されたらしいです。これに関しては僕よく分かってないんですけど、なんか復刻みたいなんですね。マスターピースのバッグがお好きな方とかは見ていただけたら面白いんじゃないかなと思います。今までなかなかお目にかかることができない幻のモデルを背負って、一緒に、門出をお祝いしましょうって書いてますので、まあ、メイドインジャパンの、ね、リュックですけども、気になる方はね、見ていただけたらなと思います。そして次がですね、ナンガが新店できてますね。これ関東の方なんですけど、横浜のみなとみらいっていうところのマークイズっていうところにナンガの新店舗がオープンしましたということで、これも3月8日に新店舗オープンしてるんですけど、まあ、その時に、コラボキャップが出たりとかしてるらしいですけども、まあ、ナンガもすごいですよね。なんか元サッカー選手が出したブランドで、よく芸能人も着てるブランドなんですけど、そこともねコラボしてるのがありましたね。マウンテンパーカーがなんかコラボして、それ何やったかな、忘れたな。まあいいや、そんなんがあったりとか、次ヨウジヤマモトがゴアテックスシリーズっていうのを出して、ヨウジヤマモトのいつもこの長い感じのやつにゴアテックスみたいな、全部ゴアテックスで出してるみたいなのがあったりとかしますし、あとまあ僕お得意のファミリーマートですね。ファミリーマートのなんかウェアもまた出てきてて、まあ、ボタンダウンシャツとかショーガーパンツとか出てきてるんですけども、それええからそのショーツ出してほしいよっていうことで、もう去年出したあのショーツもう一回出してほしいねんって思うぐらい、あのショーツは良かったんですけど、まあ、ファミリーマートも頑張ってこういうことがやられてるということになっておりました。はい、とまあそんな感じでね、まあ SS 結構立ち上がっていろんな新店ができたりとか、新アイテムになったりとかっていうことがあるんですけども、アークテリクスのベータに関してはもう多分買えないんちゃいますかね。普通に買おうと思ってもどこ行っても売ってないので、それこそ僕もロサンゼルスに行った時にベータジャケット見たら、もうやっぱり韓国人とかそのアジア人ばっかりなんですよ。で白人がほぼいてなくて、アジア人がなかなかアジアで買えないので買いに来てるみたいな感じで、もう白人とかはもういつも手に入るからあんま興味ないみたいな、もうアークテリクスの店すら入ってないみたいな感じだったんだけど、アジアではなかなか手に入らへんからね、購入されてる方が多い。もう店の中の9割以上アジア人っていう感じだったんで、アークテリクスはね今後なかなかちょっと買いづらくなってくる。逆にノースフェイスはさっき言ったみたいにセールになってたりするぐらいなんで、買いやすくなってたりするっていうところで、まあ、個人的にはね、もはやもう7万円出して定価で買えるか買えへんか分からへんアークテリクス買うぐらいやったら、半額のマウンテンライト買った方がいいんちゃうと思ったりするんですけど、まあその辺はね価値観がありますので、僕も個人的にこの春買うべきおすすめのアイテムっていうのをまた出そうかなと思ってますので、僕がもし仮に今何にも持ってない状態で、こんだけ何十万何百万って使ってるけど何にも持ってない状態で買うってなったら、この辺買ったらいいんちゃいますかねっていうのをね出したいなと思ってますので、また楽しみにしていただければなということで、本日はですね2024年の春の最新ニュースということになっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。